ス王国が後にある国庁のヒス王国が後、ス王国が後の一ス王国が後は、山口県豊富市国が1から3.5丁目、慶五町2丁目、勝間3丁目他に所在する、律令成果の地方行政関連施設跡である。国の史跡に指定されている。豊富平野のほぼ中央、多田羅山の南に広がる、中石段球に位置する。 発掘調査は1961年から1964年を第一次調査として、その後も続けられている。調査から国府域は片八丁と推測され、南北の境界や西北宮、西南隅が溝や築地で区画されていたことや、須作王子が付けられていたこともが分かった。他の多くの国府は平安時代後期から鎌倉時代初めには衰退していったが、 津王の国府は1186年に東大寺造営領国となったことから、現在まで比較的良好な状態で原型が保たれていた。そのため、全国的にも貴重な遺跡であるとして、早々に国の史跡指定を受けたとされる。東北、東南、西南、西北の各隅には、総国町跡の石踏みがそれぞれ建てられている。国府域の南寄りに、 片二丁の広さを持つ国外機が一致し、その周りには幅約3メートルの土壇を持つ追事が巡らされて、東西南北の各辺には門が設けられていた。国外の施設は、後世の格乱のために不明であるが、南北中軸線の西側に成長、東側に栗や、細工所、造車などが廃されていたと推定されている。発掘調査により、奈良時代の土器や、 墨で顔の書かれた石、人面木書籍などが発見されている。現在は、津王国画都市跡石公園となっており、1778年に、国長寺の平重館、平重勝が建立した国長の石踏みが残されている。船所、浜宮にある灯籠風灯大モニュメント、奈良時代には、国府域のすぐ南方にまで、瀬戸内海の海岸線があり、国府域の南東部である、 船所、浜の宮と呼ばれる地区に港があった。またその周辺では、玉石得意で護岸した施設と、平安時代後期のものと見られる、倉庫国や、中国製陶磁器や、国内製の瓦木、恥器などが見つかっている。ありがとうございます。